中国軍も補給線が伸びきってしまったんです。何回これやるんだよ。おはようございます。いつかやる社長でございます。さて今回皆様に解説するのはこいつだ。朝鮮戦争。韓国と北朝鮮の戦争かと思いきや、多くの国を巻き込んだこの争いですが、実はかなりグダグダな展開の連続でした。今回はそんな朝鮮戦争を3つのポイントから見ていきましょう。それがこちら。首都放棄、インチョン上陸、10万人のボランティア。この3つを中心に解説していきましょう。まず朝鮮がなぜ争うことになったのか。これは第二次世界大戦終結後、朝鮮を統治していた日本がいなくなると、この朝鮮を38度線を境に半分をソ連、半分をアメリカが占領したことがきっかけでした。アメリカとソ連は第二次世界大戦以降冷戦に突入、つまり仲が悪くなっていきます。そこで朝鮮の中でアメリカとソ連の両方が勝手に総選挙を行い、アメリカは韓国の初代大統領イスーマンがトップだと言い始め、1948年8月15日韓国の建国宣言を行います。対してソ連も負けずに、いやいやキム・イルソンが朝鮮のトップだと言い出し、3週間遅れて北朝鮮の建国を宣言します。こうして互いが譲らないために朝鮮は事実上2つに分かれていったんですね。一つの地域に敵対しているトップが2人もいる。これは当然争いに発展するのは当たり前です。そして1950年、突如として北朝鮮のキム・イルソンは韓国にいる朝鮮人を解放するためだと言い出し、20万人もの軍勢で韓国に奇襲を行いました。こうして始まったのが朝鮮戦争です。この奇襲攻撃に韓国は全く歯が立ちません。というのもこの時北朝鮮軍はスターリン率いるソ連と毛沢東率いる中国から最新の銃や戦車、航空機を支給され、さらに訓練も施されていました。対する韓国は兵器はおろか戦車は1台もありません。航空機も時代遅れのものが数機。さらにこの奇襲があった前日、軍の首脳部は宴会を行っており、奇襲に全く対処できなかったんです。当然そんな韓国がソ連、中国、北朝鮮の黒いならぬ赤い三連星のジェットストリームアタックに耐えるはずもなく、防衛線は次々崩壊、あっという間にやられてしまったんですね。これに怒った韓国のイスーマンは、なぜか共産主義の政党やほとんど無関係な人間をこいつらはスパイだーと言い出し、20万以上をいきなり虐殺してしまいます。しかしそんなことしても北朝鮮は止まるはずもなく目前まで迫っていきます。これはやばいぞ、ピンチだーと考えたイスーマンは、いきなり首都であったソウルを放棄し南に避難してしまうんですね。指揮系統がなくなったソウルの韓国軍は大混乱。ソウルから逃げていく人とソウルに向かう軍が入り乱れた状態でグダグダしていたところに、なんと避難路であったハンガンの橋を混乱しきった韓国軍が突如破壊してしまいました。これにより多くの犠牲者が出ただけでなく、ソウルで戦っていた守備隊や避難民の退路を自ら遮断してしまいました。何してんだよ。このままでは韓国が負けてしまう。そう考えた後ろ盾のアメリカがこの北朝鮮に兵士を送ることを決定しました。しかしアメリカから朝鮮に兵士を送るとなるととても時間がかかる。なんかどっかに近いところにアメリカ軍いないかなと考えた時に、すぐ近くにいたんです。そうです、日本には当時アメリカの占領軍が多くいました。そこで日本にいたアメリカ軍をこの朝鮮に派遣いたします。指揮官を務めるのは GHQ のトップダグラス・マッカーサーでございました。そして世界最強のアメリカ軍が北朝鮮を倒すために朝鮮にやってきます。これで北朝鮮もおしまいだとなるかと思われたのですが、なんとこのアメリカ軍もほとんど準備不足なまま送られたために、あっという間に負けてしまうんですね。今の世界最強アメリカもかつては北朝鮮に負けていたんです。このままじゃ本当にヤバいぞとなったアメリカ軍はある軍を組織しました。それがこちら、国連軍です。日本にいた他国の軍やタイなどの近隣国と連携し国連軍を結成。その数は25万人にもなりました。多国籍の国連軍が相手ならもはや北朝鮮に勝ち目はない、いけーとなるかと思われましたが、この国連軍もほとんど準備せずに戦地に送られたために次々と敗北。さらに手順の戦いでアメリカ一越団がほぼ壊滅したことで国連軍は端っこのプサンまで追い詰められてしまいました。もはや風前の灯火、韓国崩壊まで時間の問題だったのですが、ここで北朝鮮の進撃がピタッと止まってしまいます。何があったのか。実はあまりの快進撃に北朝鮮は補給のことを考えずに調子に乗って進軍していました。そのために補給線が伸びきってしまい弾薬不足に陥ってしまったんですね。
このチャンスを逃すはずがありません。マッカーサーはある奇襲作戦をここで敢行いたします。それがこちら、インチョン上陸作戦。韓国のインチョンから上陸奇襲し、北朝鮮の補給路を完全に分断する作戦です。北朝鮮も当然インチョンは警戒しています。そこでマッカーサー、なんとスパイを北朝鮮に送り情報操作、さらにおとりの部隊まで用意し、インチョンではなくちょっと下のクンサンから上陸すると相手に信じ込ませます。こうしてインチョンから軍をいなくさせると、ついに1950年9月15日、作戦は決行。見張りテイロしかいなくなったインチョンに国連軍4万人が上陸。そのまま北朝鮮を次々蹂躙していきます。こうして北朝鮮の補給路を分断すると、スイッチハンマー作戦といって、総攻撃を行い、プサンの国連軍と敵を挟み撃ちにして撃破。さらにそのまま北に進み、2週間足らずで首都ソウルを奪還。まさに神がかり的上陸作戦を行ったんです。しかし伏線を押し上げたはいいものの、ここから韓国は調子に乗っていきます。イ・スーマン大統領がこんなことを言いました。北朝鮮と韓国の国境38度線には何か印はあるのか。すると部下がこう言います。印？そんなもんありまへん。ってことは逆に攻め込んでるやー。さあこれによって、本来ならばやめておけばよかったいいものの、韓国および国連軍は今度は北朝鮮に攻め込んでみました。マッカーサーも元より攻め込むつもりだったので、北に向かって大進軍、並み居る北の軍をバッサバッサと打ち倒し、わずか1ヶ月足らずで今度は北朝鮮の首都平壌まで制圧してしまいます。首都制圧に浮かれたマッカーサーは平壌に上陸すると、出っ歯の君はどこにいる、俺を迎えに来いと調子に乗りまくる始末。しかし国連軍の勢いは止まらず、なんとどんどん北上していき、中国と北朝鮮の国境黄緑港まで北朝鮮軍を追い詰めます。まさに風勢の灯火、北朝鮮の崩壊は時間の問題でしたが、ここに来て国連軍の動きがピタッと止まってしまいます。何があったのか。今度は国連軍の補給線が伸びきってしまい、寸でのところで補給不足になってしまったんです。いやいやお前もかよと言いたくなりますが、ここで国連軍の動きは完全に止まり、再び戦況はだんだんグダグダとなっていきます。こうしてグダグダ続きだった戦いに、さらにグダグダにさせる国がここで登場してきます。それが北朝鮮の親玉、中国でした。黄緑港まで迫ってきた国連軍に、中国は自分のところも攻め込まれるんじゃないか、そう考え、北朝鮮を救うために中国も軍を出します。ただ中国軍として出してしまうと、それこそアメリカと全面戦争になってしまう。そこで中国はある方法を取りました。それが義勇軍です。なんと中国は総勢100万人もの義勇軍が北朝鮮を守るために自ら立ち上がったというストーリーを作ったんです。さあこの中国軍、実はめちゃくちゃ強かったんです。国連軍は中国軍の動きを遅らせるために進路上に大量の地雷を埋設していました。しかし中国軍はわずかな時間でこれを全て撤去してしまいます。どうやって撤去したのか、超簡単です。前線部隊を地雷原に突貫させ、全て踏ませて爆破させるというとんでもない方法を取ったんです。この人海戦術というもの、数が多ければ本当に強力です。国連軍が1万発の銃弾を撃っても、中国軍は2万人で襲いかかる。とんでもない犠牲を出しながらどんどんやってきます。あまり関係ない話ですが、毛沢東の息子もこの戦いで後方にいたところ、たまたま降ってきた砲撃で死んでいます。アメリカは早い段階でこの中国の進軍を察知していたのですが、平壌制圧に浮かれているマッカーサーは、中国軍なんか来るわけないやんけーとこれを信用せず、ようやく対策を取り始めた時には、前線はもはや壊滅的なダメージを受けた後、国連軍はそのまま押し返され、再び首都ソウルは北朝鮮に奪われてしまいます。中国軍の勢いは止まらず、今度は38度線まで戦線を押し返されてしまいます。もはや風勢の灯火、国連軍もここまでかと思ったその時、ここで中国軍の動きが止まりました。何があったのか。そうです、中国軍も補給線が伸びきってしまったんです。何回これやるんだよ。さらに国連軍に最新の兵器が到着し始めたことで、国連軍は再びソウルを奪還しましたが、数の多い中国相手に戦況は膠着状態となっていきます。グダグダもグダグダな状況が続く中、マッカーサーが今度は暴走し始めます。この戦況を動かすためには核兵器を使うしかないと言い始めます。これにはアメリカの本国が黙っておらず、マッカーサーは朝鮮戦争の指揮官をここに外されてしまうんですね。さあマッカーサーがいなくなった後も小競り合いは続いていきますが、1951年頃から停戦が模索され始め、2年間あーでもないこうでもないと話し合いが行われます。そして1953年にアメリカの大統領がアイゼンハワーに代わり、ソ連のスターリンが亡くなっていきます。
北朝鮮と韓国の親玉が同時にいなくなったことで、もうよくねという雰囲気が次第に流れるようになっていきます。そして同年38度線にある板門店で休戦協定が結ばれたんです。これはあくまでも休戦状態なので、実は韓国と北朝鮮は現在でも形式上戦争状態になっているんですね。何よりも双方合わせて300万人を超す被害を出しながら、開戦前と休戦後に国境が全く変わっていないという本当のグダグダさを見せつけて、この戦いは終わりました。というわけでございまして、これが朝鮮戦争でございました。こうした現代史で行われていく戦争も昔のものと大して変わりはないんです。これからもこうした戦いを皆様にお伝えできればと思っておりますので、もしこの動画が面白いと思えば高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方よろしくお願いします。